ピーター・シェーマス・ソートゥールはアイルランドの俳優。シリアスで濃厚なドラマから軽妙なコメリまでこなす演技派として知られる。アイルランド自由国ゴールウェイ県コネマラ山地生まれ。リーズで地元の新聞社に勤めていたがアマチュア劇団に参加して1949年に初舞台を踏む。イギリス海軍を除隊後、奨学金を得て王立演劇学校に入学する。 1955年にプロデビューし、当初は舞台俳優として、シェイクスピア劇を中心に活動した。アラビアノ・ロレンス1960年の海賊戦で映画デビューする。1962年にアラビアノ・ロレンスで監督デビット・リーンに抜擢され、主役を演じる。188センチメートルの長身と、六章色の目が印象的なロレンスが話題を呼び、 英国アカデミー賞主演男優賞を受賞。アカデミー主演男優賞に初ノミネートされる。1968年には大女優、キャサリン・ヘップバーンと共演した、冬のライオンでヘップバーン相手に、ヘンリー2世を堂々と演じ、ゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞。その1年後にも、チップス先生、さようならで、ゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞。しかし、 両作品でもアカデミー主演団優勝はノミネート止まりに終わった。その後も1987年のアカデミー作品賞受賞作品、ラストエンペラーなど数々の名作に出演し、計8回もアカデミー賞にノミネートされながら一度も受賞していなかったが、2003年にアカデミー名誉賞を受賞した。権力者を演じることが多く、独裁者や大役を多く演じた。ベッケットと、 冬のライオンでは、どちらともヘンリー2世を演じている。2012年7月10日に、俳優業からの引退を表明した。1959年に、舞台女優のシアン・フィリップスと結婚、ケイトとパトリシアの二人の娘を設けるが、1979年に、離婚した。長女ケイトは女優になった。1975年に、 腹部の悪性腫瘍のため余命幾くばくもないと告知を受けたが手術を受けて奇跡的に回復した。1983年には交際していた女性との間に息子が一人生まれている。長い闘病生活を送っていたが2013年12月14日ロンドン市内の病院で死去した。81歳没。死去の直前に完成した映画ダイヤモンドカーテルが 2017年に全米公開され、本作がピーターの遺作となった。ありがとうございます。